左腕のこれが仲間の印だ。はい、どうもこんにちは、たかしです。はい、やってまいりました、たかしズワンピースチャンネル、今日もあります。はい、今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日はですね、フィギュア紹介でございます。今日紹介するフィギュアはこちら、バンドラマチックショーケースファーストシーズンボリューム2のルビーフィギュアでございますございますはい、こちらなんとまた私、応援してくださる方からいただいてしまいました。本当にありがとうございます。もう本当貴重にね、使わさせていただきますので本当にありがとう。もう本当いつもね、いやもう神様ですかいや本当に優しい方々ばっかで、本当にぜひぜひ僕の余ってるフィギュア使ってください、私の使ってくださいとか言ってね、みんな送ってくださるの本当にありがたいです。本当にありがとうございます。というわけで今回こちらのフィギュア紹介させていただきます。これもう僕本当に欲しくてしょうがなかったんでね、もう開けましょう。どうしても向こう行きます。よしよし。はい、こっちやってまいりました。はい、それではね、開けていきたいと思います。先にちょっとこれ取っちゃうね。先にこの袋バン、こんな感じでございます。もうやばい、マジ超名シーン、超名シーン。はい、箱表こんな感じ、横これみんなだね、あのシリーズのみんなだね。後ろもう顔が見えちゃってるけど、もう顔がねえはい、はい、横こんな感じです。で、上はこんな感じですね。で、下は注意書きと。さあ、開けていきましょう。いや、ありがてえ、マジで。これマジでやばい。俺本当にね、全部欲しいと思ってた。開けよう、開けよう。しゃ、これはやばいでしょ。これはマジで名シーン、アラバスタの名シーンです。さあ、来ました。さあさあ、やばい。だん、こんな感じ。おっと、怖いよー、相変わらずだね。フィギュアはこれが怖いさあさあ、開けましょうか。さあ、全部出しましょう、全部出しましょう。はいはいはい。いや、これ超怖えよ、超怖い。確実にこうクロコダイルにスパンってやられちゃった時の感じになっちゃうねそんなのはいいんだよ、つけようつけよう。さあ、つけましょう。どんな感じで、どんな感じで、どんな感じで。あ、ちょっとなんか怖いな、怖いな、怖いな。大丈夫かこれ。よし、いった。いや、これはマジでやばい。さあ、刺しました。バン、こんな感じでございます。はい、怒られるわ、怒られる。やめてこういうの、怒られるから名シーンを怪我すんじゃない俺がすいませんね。はい、ふざけんな。そんな感じにして、こんな感じでございます。やばい、これマジやばい。こっちが一応表かな、箱的には。表、横で、後ろ、はい、横。そんな感じでございます。これやばい、マジ全部揃えた。はい、表情こんな感じです。意外、このシーンって表情描かれてないから、どんな表情してんだろうと思ったら、ルフィはこの真顔な感じなんだね。なんかもっと泣いてるかなと思ったんだけど、泣いてない感じですね。いや、これはでも熱い。麦わら帽子に結構凝ってる印象を受けますね。これ結構なんか色が黒で渋みを出してるというか、そんな感じがしますね。で、こうしっかりこの左腕を上げて曲がってるところも表現されている。すごい。そしてもちろんこの左腕のワツもう最高超最高。いや、これどのくらいのクオリティなのかなと思ってたんですけど、全然素晴らしいです。全然素晴らしい何言ってるか分かんないけど、もうこのルフィの戦闘の後のこの衣装だよね、あのクロコダイルの後3日寝てたやつ、15食食い損ねたってやついや、これいいわ。こんな感じです。で、この下のね、メリーゴーの床もね、ちゃんと再現されている。色とかこの黒の木のこの渋みとかも完璧です。これはすごい、これすごい、絶対木じゃん、これ絶対木じゃん。で、ここにね、なんか繋げられる跡が出てますね。一応箱見るとこんな感じで繋げられるんだろうね。いや、これ待って、全部欲しくなっちゃうな、これや。これ全部欲しくなっちゃうよ。はい、そんな感じでドラマチックショーケース、ファーストシーズンボリューム2のルフィでございました。やばい。これから何が起こっても、左腕のこれが、仲間の印だ。出航出航しちゃうのかいやばい。はい、そんな感じでございました。もうありがたすぎる。本当にありがとうございます。もう、いや、これマジ全部揃えて。やべえ。ね、本当にね、俺ゲーセン下手すぎて全然取れないんで、マジでね、欲しかったシリーズなんですけど、これちょっとやばい。揃えたい。はい、そんな感じでございました。今日も動画見ていただきありがとうございました。はい、またね、ワンピースの関する情報を上げていきたいと思いますので、また楽しみにしててください。はい、それじゃあ、バイバイ、たかしでした。明日も頑張っていきましょうぜ。バイバーイ。もう、ぐんちゃん、ビビー。これやばい。バイバイ。